んにちは、バランです。今日は夏に向けてとっても可愛いスケルトンのピアスを作っていきたいと思います。ただのスケルトンではなく、中にホイールが入っているのでキラキラ輝いてとっても綺麗なので、ぜひ参考にしてみてください。今日使うものは、少し粘度の高い UV レジン液クリアタイプ、いつも使っているサラサラタイプの UV レジン液、それからネイル用のシルバーホイールです。今回は私の持っているレジン液の中で一番粘度の高いものが、このタカラネイルの UV レジン液クリアハードタイプなので、これを使っていきたいと思います。硬化が終わりました。表はこんな感じになります。綺麗なラウンド型っていうよりは、ちょっとこう歪んでいていびつな感じが可愛いかなと思います。これ先にこの表を作って、裏側にまたレジンを塗ったんですけど、この横の幅は好みがあると思うんですけど、だいたい横から見てみるとこれぐらいの薄さになってます。少し薄いかなって思われる方は、もう一回コーティングをしてあげてもいいかもしれません。それから個人的にこのピアスの金具部分はクリアなので、金具が丸見えになってしまうので、シルバーのホイールなんかでちょっとだけ隠してあげる感じで、多めに乗せてあげるとなんとなく隠れると思います。
まずはじめに室内に普通に置いてあったレジン液を使っていきます。どうしても直接ファイルの上に置いてしまうと太くなってしまうので、今度はもうちょっと細く作っていきたいと思います。これはレジンの粘度が高いものではなくって、結構サラサラしたタイプのものだったんですけど、こういった道具を使って少しずつ細くこの形を作っていくとこんな感じに仕上がります。そのままチューブから出したものはかなりこう伸びてしまうので、なかなかパーツにはしづらいかもしれないです。なのでこういったもので自分で形作るのが一番いいのかなと思います。これはまだまだ薄いので、もうちょっとコーティングが必要かなと思います。で、すでに何回かコーティングをしたものがこれです。厚さも結構厚めに作りました。あとはこういった色付きのパーツの下部分につけてあげると、それだけでまた夏らしさがアップするかなと思います。透明なので基本的にどのパーツにも合うので可愛く仕上がります。これは作ったのではなくて既製品なんですけど、こういったゴールドのパーツにもこんな風に合わせるだけでちょっと可愛らしくなります。ただちょっとこれはサイズが小さいので、あまりこうバランスが良くないんですけど、こんな風にも使えるので、またアクセサリーの幅が広がるかなと感じました。ということで今回はクリアなとっても夏らしいピアスを作ってみました。今回のこのクリアなピアスを作るポイントは私的に2つあったかなと思います。1つ目は粘度の高いレジン液を使うのであれば、直接クリアファイルに出して形を作ることもできたかなと思うんですけど、粘度の低いものだとクリアファイルに載せるとペターっとこう流れていってしまうので、通常のサラサラしたタイプを使う場合はこういった道具を使ってレジンを少しずつ流していくことが綺麗にできるポイントかなと思いました。あともう一つは好みかなと思うんですけど、あえてちょっとこう形を歪ませたり、いびつな形に仕上げることがちょっとこう可愛さアップかなと思います。これはあくまでも好みなので、フリーハンドで自分でこう形を作るので、特に決まりはないので、自分の好きな形でいいかなと思います。こういったクリアのアクセサリーは耳元につけるだけでとても涼しげに見えるので、それもまたいいかなと思ってます。あとはどういったお洋服にもバッチリ合うので、ぜひぜひおすすめです。今回のアクセサリー少しでも可愛いなと思っていただけた方、ぜひぜひチャンネル登録お待ちしております。今日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また明日も動画アップしますので、ぜひぜひご覧ください。ありがとうございました。